何本ぐらい植えたんですか。いや、50本。50本もで、ちょっと成長のいい2株今回掘って、はい、どういう風になってるかを一緒に見てみて、はい、でそれがいい商品になってるかどうかは分かんないんですけど。なるほど。もうこれか、長寿梅の畑植えたやつで、まあ後で見本見せますけど、このぐらいのこんな苗を植えて2年半、植えたのは春なんですよ、丸2年と半年、はいはい、毎年ね冬に1回だけこう切り込んでます。なるほど。じゃあこれ 2回切り込んだのかな。こんだけ伸びたってことですか、冬切って。そうそうそう、1年目っていくらも伸びないで何本かだけだったんで、うん、簡単に終わったら2年目になったらほぼほぼこの本数ぐらい出てて、それをまた冬切り込んで今この状態で、ちょうど剪定の時期でもあるし植え替えの時期でもあるので、ただ昔1回だけ畑に植えて、あまり知識がない時に春掘って掘り上げて剪定して鉢上げたらほぼほぼ枯れちゃって、それからあんまりやらなかったんだけど、なんか塊みたいになって、もともとほらポットのまんま植えたんで根っこが団子状態だった。なるほど。その植えた根っこをもっときっちりと巻いた根を畑に植えると、もっときちんとした太い団子にできて、そういう商品は確かにあるんですよ。畑で作れない商品じゃないんだろうけど、何年したらどうなるとかっていう、まだうちにこういうデータがないので、まあちょっとこれを通常洗わないんだけど、またあっちで洗って枝剪定して鉢上げてみて、はい、針金かけまでできるかどうかちょっとやってみてね。なるほど。やれたらすごい。トゲ大丈夫ですか。うん、ちょっと痛いけど、ちょっと痛いですよね。通常はあんまり洗ったりしないで土を払うだけなんだけど、うんうん、昨日雨でぬかるんでるのもあるし、分かりやすく、ちょっとまっすぐだったね。もうちょっとこっちぐらい曲がっててくれると面白かったんですけど、あっちの目がぐるぐる曲がってるのも、ちょっと見上がり風と、ちょっと車間気味に作って、この辺のまっすぐ感をなくせば、これを畑に入れた時の苗木はこういうやつ。これを2年半。2年半でこうなるんですか。1年経った時に伸びたのを剪定をちょっとして、ちょうどこの辺りがそうかな、で2年目で伸びた、去年切ったのがここだよね。これが春から伸びた枝、これを鉢で2年半持っても、枝はできてもね、太みを作るのはちょっとなかなか大変なのが、まあこれだと小指かなが2年半で、まあ、ちょっとこうなるというのが、まあ、畑の強みですかね。すごいですね。1本は、短くこのまんまコチコチっとした剪定をしてみて、で1本はちょっと長めに枝を切って、針金かけて少しこう中心じゃないけど大柄なボリュームのある剪定みたいにしてみようかなと、ちょっと2パターンやってみようと思います、まずは短く切り込むパターンで、この木の場合はヤゴはちょっと取っちゃうかと思います、ちょっと姿出しに大雑把に、この長寿梅の場合って普通の雑木だと前の動画みたいに短く切り込んで座が決まって上を作っていったんですけど、長寿梅の場合は樹形も本来の木と違ってめちゃくちゃなので、こういう根上がりにもできるし埋めた株立ちにもできるんで、まあどれがいいかっていう角度に応じて剪定したいと思います。これちょっとこっち側なくてこっち側だけに枝が偏ってるので、少しこう寝かした方がいいかな。こういう風に寝かすとここが開いちゃってちょっと寂しいので、こういう感じでちょっと行ってみたいなと、こうなると地面このぐらいに埋まるのがちょっと感じいいんじゃないかと思う、
これでねちょっとこの辺が幅広ければこうくくって締めてもいいですけど、まあ、とりあえず構想的にはこういう感じ、はい、今回はちょっとまた一旦小枝を短くしてみます、うんうん、死ぬほど差し切れてますね、うん、100、200、ね、すごいですよねこれね、春にね、いっぱい刺しちゃうんですよ、はいはい、で、まあ秋のこの時期のものはみんな捨てちゃうんだけど秋のちょうどお彼岸頃、もう半月ぐらいしてからこういう刺すと結構つきますよ、うん、ちょっとなんとなく、また後で言いますけど、うん、こんな感じでちょっと鉢に上げてみようかな、はい、通常だと、よく急にこう根上がりにこういう風に作るとこの部分が枯れちゃう、あの乾くんで水苔を寄せたりするんですよね、うん、まあ通常そういう風にした方がいいんですけど簡単なやり方であのねここに水苔をやってやるとこういう細い根がね枯れなくなるんですよ、うんうん、最初に巻くか鉢にあげちゃって後から保水するか形をはっきり見たいので後から水苔を寄せるパターンに今回ちょっとしてみたいと思います、はいに五寸鉢に植え付けてみたいと思います。ちょっと太めなんですけど、はい、最初なのでちょっとしっかりしたこのこれ自体も支えになるような、うん、ちょっと太めの針金を使います、はい、普通の赤玉土、はい、でここの時に、はい、今回はちょっと後から用意するんで本当はここで一回ガンシュ病の薬に何時間かつけて植えるともっといいですかね、そうですね、内神経のやつに、うん、ちょっとうち後でこれあげた後にちょっとつけようと思います、はい、ちょっと今用意してなかったんでぜひ真似するときはそういう薬をちょっと桶に溶いておいて、はい、でこれをちょっと 2,3 時間でもいいんでつけて、うん、それからやった方がいいかもしれないですね、はい、これで鉢の中でまた根鉢ができちゃえばもっと細い針金で目立たないような留め方でいいんですけど、はい、今はちょっとこれで固定する形になるので、はい、こういう部分を残しておくんですか。これね、ちょっともう一度切り戻すんですけど、うん、バランス見てうまくこの辺が寂しい時こういう風に針金で後で持ってこようかなってちょっと思ったりもしてるんで、こういうのちょっとね、まあこの辺はここから枝分かれができればそのまま使えちゃうんですけど、これとかこれはちょっと針金でこうやってもいいかなってちょっと鉢上げた後のバランスで、なるほど、でこれ皆さんが畑でやるっていうと条件がいろいろあるので、はい、畑でできなくてもさっきのようなちっちゃいやつをこの五寸鉢六寸鉢にポンと入れて肥料ガンガンくれてやるとここまでは太んないにしても似たような風にはできます。こうやって根っこを上げた時って、まあ、さっきも言いましたけど水苔を巻いてたり、はい、包帯みたいなんでもいいんですよね。簡単なのはね、包帯薬局行って、はい、包帯買ってきてそれを巻いちゃう人もいますね。根にこの部分、この部分をぐるぐるっとでビニールだけでやる人もいるし、で正直うちはね本来あんまり巻かないんですよ、はい、でも乾いちゃうのどうしてるかっていうと、うちはあの挿し木用のミストハウスがあるので、ミストハウスに入れとくと乾かないんですよね。ビニールハウスの中にスプリンクラーがあるやつ、霧で、でうちのはあの湿度感知まではしてないんですけど、うん、密閉はしてないんですけど定期的に霧で乾く前に散水する形のハウス入れちゃうとそういう保護しなくてもだいたいいけちゃうんですけど、なかなかそういうのがない人にしては簡単なやり方、見栄えはちょっと悪いんですけど袋掛けのやり方で、袋掛け、はい、ビニール袋を使ってここに水苔を全部こうぎっちり巻いてやるのも一つの手だし、
それよくある、動画でもよくあるパターンだと思うんですけど、まあ鉢に上げて、まあ、ちょっとこういう風に見て角度の調整は後で針金かけながらいろいろできると思うんですけど、例えばまあ、ちょっとイメージ的にこういうふうにねこっちに流して作っていく感じ、はい、で、まあ、あと根付いたらこの辺もちょっとこういうふうに矯正しながら、うんうん、ちょっと横に流れていく感じの木流しっぽい感じ、 ね、もちろんこの今ちょっとなんとなくイメージでこれかけたんだけど、うん、この針金も、まあ、根付いて冬でも来春でも、うん、他の全体のと一緒にこう根付いてからこうやってあげるとできると思います、はい、でさっき言ったちょっと水かけた後に、はい、入れました。でここの保護、水苔を巻くのは大変なので、まあ、透明の袋でもいいし、こういった普通の袋みたいなんでもいいんですけど、これに水が抜けなきゃいけないので、ちょっと水抜けなくて普通にこうお持ち帰りの時、そうそうそうでこの時期あったかいんで枯れなくなるのはもう秋まで持てばいいので、うん、これねビニールテープとかで留めちゃうと水やりできなくなっちゃいけないんで、水やりやるときにちょっと簡単に口が開くようにね、普通にこういうふうにただするだけで、ここもうちょっと水が抜けるようにはしてあげないと溜まっちゃうので、これでね芽が吹くまでは十分大丈夫です。ここが心配な時、透明なビニールの袋でやってもいいです。でここ輪ゴムで留めてもいいし、普通のなんとかなリボン帯みたいなんでやって、水が足んなくなったらそーっと上から水やるの大変だから、このままつけちゃって水浸しにして、で抜いても大丈夫です。ねこのぐらいの程度でね結構いけちゃいます。ただ逆にまだまだ日差しが強いので、うん、炎天下だとここが蒸れちゃったりするので、ちょっと何かの遮光した下とかね、うん、そんな感じがいいかな。まあもちろん通常通り水苔をこう含ましてそこをビニールで巻いても、雑巾手ぬぐい程度みたいなんでこう巻いても、その方がしっかりちゃんと保水できるんでいいんですけど、まあちょっとこういうやり方でも十分いけますね。心配な人は通常通りきちんとやってください。まあ面白いですね、うん、まあこれが今の一つのパターン、はい。こっちはさっきよりも少し大柄にいけたら面白いかなと思うんで、これで根付いた後にもちろんこれも針金でこういう風に配って枝をほぐすんですけど、まあ、その段階で多少の長い短いつけながらもう一度切り戻すので大体の輪郭を整えて、最近は小さい長寿梅はたくさん出てるんですけど、なかなかちょっとねボリュームのある大柄な長寿梅って意外と少ないんですよね。見ないですね、まあ、確かにね作るとなるとね小さいやつの方が生産年数っていうか時間も短いし、うん、こそこかっこいい木に作るにはちっちゃいやつの方が作りやすいんで、どうしても生産者小さいの作っちゃうんですけど、こういうサイズって昔は結構あったんだけど今あんまり見かけないので、うん、あれさ幹がね直線な、そうここがちょっとまっすぐだったんでね、ここがねこれをうまく見せないような作りが、そうですね、どうしてもここがあるので、ここを頭にしながら将来立ててカバーしてこんな感じで、ここがこうだとまっすぐなんで少し寝かしたぐらいで、これをちょっと頭に立てる感じで将来こう配る感じ、ちょっと大きめの鉢、これじゃでかすぎるかな、じゃあさらに太らせるみたいな、うん、っていうかまあボリュームはこれだけなんだけど、これあくまでも畑で太い芯ができたんで、こっから小枝が作ってくるんで、うん、もちろんこういうところもうちょっと将来ね邪魔なところを抜くなり詰めるなりするんだけど、ボテッとしたちょっと大きめのこれが骨格で、こっから伸ばして完成っていう感じの、うん、もちろん詰めちゃったら仕上がって次の植え替えもっとコンパクトにしたりね、はい、逆にもっと伸ばしてでかくしたら
もっとでかい深鉢でもいいし、長寿梅とかボケ類なんですけど、すごく肥料食いなんで、春と秋のたっぷり通常の木の倍ぐらいあげるぐらいでちょうどいいので、このぐらいのサイズ仕立てる人なんかは、このぐらいの油かすの玉を5つぐらい並べますかね。心配だったらそこまでやんなくてもいいですけど、でも結構ね、いきますよ。梅雨時は取るんですけど、普通の親指の玉ぐらいの、よく売ってる油かすだったら、はい、通常の木、このぐらいの木だったらまあ5、6個っていう、5から8、10個置くと多いかなって感じするんですけど、これだったら15個ぐらい。油かすだらけじゃないですか。ボケるようなそれほど肥料食いなんですよ。であのプロミックとか速攻性のある割と数字のpH調整の高いものはあんまりたくさんやると根焼けしちゃうんですけど、油かすとかだとそのぐらい置いても大丈夫だし、うちよく使ってるこういうそら豆みたいな、みたいな園芸肥料があるんですよ。それすごくねゆっくり効く肥料があるので、そら豆、そら豆みたいな IB ワンス、あれだとこのぐらいの長寿梅やろうと思ったら20個ぐらい置いちゃったりする、まあ、それはすごくゆっくりしか効かないので、春秋、いやそれはね半年ぐらい効いてるんで、春1回置いたらでも大丈夫なんです、ね、もう置きっぱなし、それで1年大丈夫。ただ業務用でしか売ってないので、あそうなんですか、すごい高いんですよ。でうち来たお客さん欲しい人なんかには小分けで分けたりするんですけど、まあ、あくまでもちょっと原木なんで、長寿梅の場合はここから根付いた後に形を作っていくので、剪定もあくまでも大雑把なんですけど、まあさっきの根もうちょっと上げられるように浅く植えてもいいですし、今は逆にちょっと鉢が大きいので、さっきみたいにビニールでくるんだりするのも大変なので、一旦将来根上がりにできるような角度でちょっと深めに植えてみました。この後この角度とかね、あのこういう角度、あとは これをどういう風に枝を配っていくか、この辺は根付いた後に針金かけながら決めていく形になるんですけど、もちろんこの辺も少し長さを後で針金かける時に多分邪魔になってきたりするので、針金の形になっていく段階で剪定をもうちょっとしていく感じになりますかね、はい。まあ、要はこういう原木が2年で2年半でこうなります、こういう作り方もあるので、まあ条件が自分家にあるなしは関係なく、こういう原木を通常のところでなかなかなかったりしたら、これからどんどん作っていくので、欲しい人は期待しててください。そう、コメントください。私もね、今回試し掘りでちょっと畑作り初挑戦だったもんで、どういう形が一番かっこよくなるかちょっとまだ手探り状態なんですけど、今回ちょっと試し掘りしてみて思ったのが、もうちょっと畑での切り込みを細かくしてもいいのかなと、まあ、こういうのは別なんですけど、ちょっとやっぱりこういうところがどうしても できちゃうので、うん、早めに一回苗木のうちに、多分この部分だと思うんですよね、ここがね。なんで畑でせっかく伸びがいいので、逆にこれをここで切っちゃった状態で畑植えて、でそこからつまみ出せばこの部分がなくて、もうちょっとこういうこのぐらいの腰低い感じになれたのかなと。ちなみに、はい、こういう長寿梅で根っこだけ使いたいって言って全部切ったとするじゃないですか、はいはいはい、そしたら生きてるんですか。あ、大丈夫なんですけど、やっぱり上の量が減るといらない根っこ枯れる場合もあります。 あと例えばここで切っちゃおうと思って、はい、ここで切った場合やっぱりボケ類そんなに傷が走らないので、傷が残っちゃう、多少っていうかちょっと巻きづらいんでね、でこっからまた太らしていくに従って、こう太りで巻くパターンで、あのカルスが走って巻くパターンじゃないので、できたらあまりでかい傷をつけずに、ある枝でこう形を作っていく、もしくは例えばさっきも言いましたけど、どっかでこう取り木をしちゃって、その下をこう傷をねつけたとしたら、その傷が裏に向くような樹形で作るとかね、結構なんかこの手のひらサイズの盆栽で根がぐるーって回ってるなんかあるじゃないですか、ちっちゃいやつ、ああいうの作って、だから例えばこう根上がりにしたやつなんかも
今は値上がりするのにこういうの長さで根っこ切りましたけど、うん、これをこのぐらいのサイズ感で切っちゃっても大丈夫ですよ。全然このぐらいでこうやって切っちゃって、でここまでちょっとこの団子が見える程度までで埋めちゃって、うん、これなんかもこう短くね、下切ったから上も切れるみたいな、うん、こうあの短く切てここだけである程度団子みたいにしちゃって、うん、枝なくしてここから吹いてきた芽でもっと柔らかく、これあのちっちゃくしちゃったらこの枝じゃ太すぎてごつすぎて使い物にならないの で、ね、このサイズ感だから使えるけど、はいはい、これをもしちっちゃくしたとしたらこういうところからね短く切っちゃって吹いてきた芽で使う、うん、やり方によってはこれでもそういうのも作れる、ね、全然あの根っこの形によってはこっちなんかで全部落としちゃって、ね、この団子に作ってもいいし、いいですよね、やりようでね、でたまたま今回の折った根っこがこういうポットで根の回ったまま植えたんで、はい、これをさらに太らすともっとこれもっとこれが団子にくっついてるかもしれないですよね、うん、そうですね、もう 2,3 年植えたら、うん、それはそれで、まあ、本当に一つの団子になってて根上がりじゃなく団子大きい幹みたいになってていけるかもしれないですね。面白そう、石付きだったんですよ、はい、で石があんまり面白くないのとちょっと大きすぎて、これすごいっすねあのあんまり感じよくない、あのねサンゴ、サンゴ石についてた、サンゴ礁の石ついてたんで、これが根が入っちゃってサンゴなんでみんなポコ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 ね割れちゃって面白くないんで外しちゃったんですよ。でこれがね1ヶ月前に外して植えてみて、この形がどうのこうのよりもこんだけ芽吹いて多分これだともう枯れないと思うんですね。今これやればもっと時期がちょうどいいので、めっちゃいいじゃないですか。石についてた時のケトだかなんだかがちょっとくっついてるんで、でも何の保護もしないでうちはこのちょうどミストハウス入れてこういう状態で吹いていきます、はい、だからここのところを普通の家でまたビニールの袋でね、うん、こういうふうに包んじゃってもいいですよね。ここねビニールでこうね、これなんかも同じくついてたんでちょっとこの辺が石付きだったやつ剥がしたんですけど、まあこの辺はちょっとこの辺傷んじゃって、でもこういうところ元気よく吹いてきたんで多分枯れはしないと思うんですよ。まあこの木がいい木になるかどうかわかんないんだけど、こういう時期だとこういう剥がしたり畑から掘ったり植え替えをしたりいろんなことができるので、これはね古いだけでちょっと木の形としてはそんなにかっこよくないんだけど、こういうのを根付いたら、うん、こうちょっとこういうふうに配りながら昔の古い長寿梅っぽくこう作っていってもいいですかね。こういうボケ類だとか秋に仕事することっていうのは意外とやることがなくて、皆さん遊ぶのにこの時期って何してやろうかなっていうのが多いと思うんですけど、はい、まあ、こういうやれる時期の時逆にこの時期じゃないとうまくやれないものってあるので、皆さんが木を買って楽しむ時に自分の好きな木を買うのはもちろんいいことなんですけど、楽しく盆栽を一年中遊ぶには安いもんでもいいから、その時期に遊べる材料をその時期に買って遊んでいくと自分のコレクションの中で一年中何かしらいじれるやつがねあるんで、そういう買い方もいいかもしれないですよね、うん、まあ参考になるかどうか分かりませんけど、うん、そういう動画で見てもらいました。はい、コメントとか読んでるんですか？コメントはね、うん、読んでますよ。うちの分だけ、よその人のは読んでないんだけどなんか質問とかね、どういうのを見たいとかあれば、そうですね、コメントもらえればと思う、はい、まあ、なかなか生産者がやってることって限りがあるので、うん、なかなか動画にこううまくできるかどうかは分かんないんですけど、もし Q さん通じて自分でやり方が分かんなくて困ってることとか、はいはい、もしあればに、ね、お答えするような動画もできたらいいかもしれないですね。そうですね、はい、以上で、長寿梅の畑から出したやつ以上ですありがとうございました、はい。